こちらは奈良町です。奈良町は世界遺産である元興寺を中心とする地域を指します。伝統的な町屋が多く立ち並ぶこのエリアですが、最近ではカフェやおしゃれな雑貨屋さんなどがたくさん出店されているんですよ。気になる看板があるにゃ。こちらは茶の湯です。ランチを食べながら足湯が楽しめる古民家カフェなんですよ。のれんをくぐって入ってみるわ。店内はエスニックな雰囲気が漂っています。民家を改装して作ったお店なので、畳や襖など日本家屋のいいところが活かされています。お昼は茶の湯ランチという体に優しい玄米ご飯のランチに、足湯とドリンクセットになったメニューが提供されます。その他にもスイーツやドリンクも楽しむことができます。足湯は2つの湯から選択することができ、1つは日本茶の茶葉が入った足湯、もう1つは米ぬかの入った足湯になっています。今回は日本茶の茶葉が入った足湯にしてみました。注文後、木桶が運ばれてきて、その中にお湯を注いでくれます。その中に足をつけると全身ポカポカに温まります。木桶の中には足つぼを刺激するための丸石や茶葉を包んだてるてる坊主のような袋が入っており、それを足で踏んで楽しみます。お茶は殺菌作用や美容効果に優れているので、皮膚の殺菌や冷え性の改善に効果的なんですよ。店員さんがお湯加減をこまめに尋ねてくれるにゃ。さあ、ランチが到着しました。炊きたての玄米ご飯にお味噌汁、ほうじ茶、鶏肉のホイル焼きにエビのトマト煮込み、ひじきに切り干し大根、だし巻き卵、ほうれん草のごまあえに春菊のハム巻き、湯葉にデザートのコーヒーゼリーがセットになっています。体に優しいランチプレート、いただきます。どれから食べるか迷うわん。鶏のホイル焼きは湯気が立つほどほかほかでさっぱりしたお味、湯葉は豆乳を加熱した時の表面にできる薄皮で、大豆の味がダイレクトに感じられます。セットのドリンクはアールグレイを選びましたが、マグカップもとっても可愛い。バランスの取れた食事を食べると健康になった気になりますね。奈良旅行が終わっても健康な食事を心がけたいなと思いました。続いてこちらは興福寺から徒歩5分ほどにある小太郎たい焼きです。一匹ずつ丁寧に焼く一丁焼きのたい焼き屋さんです。こちらではちょっと変わったたい焼きが食べられるんですよ。この型が薄い気がするわ。そうなんです、こちらでは日本一薄いたい焼きを食べることができるんですよ。斬新な発想だにゃ。焼き上がりまで約4分、期待して待ちましょう。少し生地がふかふかしてきましたね。蒸気が空気砲のようです。この瞬間の動画、 SNS に投稿したらバズること間違いなしと思っていたら、お店の方もインスタグラム用にと撮影されていました。さあ、出来上がったにゃ。本当に驚くほど薄いたい焼きですね。お味はいかがでしょう。パリパリで歯切れがいいわん。粒あんもたっぷり詰まっています。この独特な食感、何度もリピートしたくなりますね。小太郎たい焼きからまっすぐ進むと、風のおはぎというお店にたどり着きます。おはぎとは、もち米とうるち米を混ぜて炊き、丸め、
ごまやあんこ、きな粉などでくるんだ和菓子です。こちらでは季節によって様々な奈良の食材を使用し、奈良の美味しいを詰め込んだ創作おはぎを販売しています。今回は大和おはぎの歳時記という3種詰め合わせを購入しました。鹿の顔をしたきな粉のおはぎ、大仏様の顔をしたほうじ茶味のおはぎ、そして古墳という日本の昔のお墓の形をした青のりと粒あんのおはぎがセットになっています。古墳のおはぎのお味はいかがですか、タマさん。甘い粒あんに風味豊かな青のりがマッチしてるにゃ。他にも個性豊かなおはぎが揃っていたので、また買いに来ましょうね。風のおはぎのお向かいにはお芋若芋というさつまいも専門店があります。焼き芋を中心にさつまいもをふんだんに使用した自慢のスイーツが販売されています。今回は一番人気の芋天塩ソフトを購入しました。たくさんのさつまいもがソフトクリームに乗ってるわん。さつまいもの天ぷらは生のさつまいもを天ぷらにするのではなく、焼き芋にしてから衣をくぐらしているという一手間加えたものになっています。こうすることによってさつまいもの甘みがぐっと増すんですよ。確かに甘くてトロトロな食感だにゃ。ソフトクリームもとても甘くミルク感が強めで、さつまいもの甘さとマッチしています。温かいお芋と冷たいソフトクリームのバランスがやみつきになります。さて、この後も奈良で食べ歩きツアーを続けますよ。